ルチ。グチャラピ、これは私のピザだよ。アリーベデルチ。アリーベデルチ。私のピザだよ。何のクソ意味があるの。おいおい、私のピザに触らないで。このビデオの監督として私はミルクが最後の一口まで食べることに決めました。代わりに彼は箱で遊ぶことができます。これはどのようなピザ屋ですか。なぜ凍ったピザを提供するのですか。ピッツェリアユタリアのグランドオープニングへようこそ。今日はテストでグスタボグストのエクストラルフティグピザです。エクストラルフティグという言葉はドイツ語で余分に風通しの良いという意味です。パッケージのデザインは一貫しています。雲と鳥を主要なデザイン要素として使用することでピザが風通しの良さを強調しています。その背後にあるエージェンシーはリーガスデラニのものです。これはモッツァレラ、スモークプロボローネ、ペコリーノロマーノの3種類のチーズがトッピングされたピザです。ピザを解凍するのに20分間解凍することをお勧めします。少し不便ですね。もっと良いものを見たことがあります。では中を見てみましょう。ナポリ風のピザであり、有機的な形状がわかります。それには焦げ跡さえあります。品質を向上させるためにはピザを叩かなければならない。冗談はさておき意味不明だった。ピザを計測するのは初めてです。直径約22センチメートルで凍ったドイツのピザの平均サイズよりも小さいです。パッケージには20分待つ必要があると書かれています。その間に凍ったピザのクローズアップを楽しんでください。
これは完成したピザです。私のオーブンでは12分かかりました。外側はカリッとしていて、内側は柔らかいです。スモークプロボローネは非常に味わいが強く主張しています。教会の鐘の音が聞こえますね。食事の時間です。ミルク、さあ、友達のスライスの時間です。おいおい、私のピザに触らないで。怒らないでミルク、代わりに箱で遊べますよ。